はい、今日ね2本目っていうことでね動画始まります。でもその前に、1本目の挑戦っていう書いた文字の、プレゼントするっていう、はいはい、あれの抽選をね今日動画の最後にやるのでぜひ最後まで見てくださいです。はい、じゃあちょっと始めていきます。今日は2本目ですかね。2本目、はい。今日も2本目です。今日も2本目。2本目の動画。はい、前回は白の色紙に黒でちょっと作品サンプル書きましたで、はい、まあ色はこういうバリエーションありますとかですね。これに書いてほしいとかあればお問い合わせくださいとかですね。というお話をしたんですけれども、今日は色の墨について今日はちょっと2本目。字書いていこうかな。色墨なんて言えばいいんだろう。要は一般的なその墨汁、黒い墨汁じゃなくて、そんなことできるんですか。できるんですよ。じゃあ行ってみよう。何かね、じゃあね、その色、はい、まあちょっとどんなのがあるかなと。色墨だね。色墨、例えば僕、例えばこういうの使ってます。青、赤、はい、あと、そう、黒、金あるんですよね。で、例えばゴールドとシルバー、今のものですね。これですね、ゴールド。おー、どう、光、まあ、めちゃくちゃテカってるよ。本当？まあ、こういうね、色の、ものもちょっと用意したくて、ちょっと僕いろいろ書いております。バリエーション、バリエーションね。で、今のゴールドで、次シルバー。こう一見ね、なんか白に見えるけどね、こうピカピカするとね。そう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 。まあこれお名前とかね、まあお名前じゃなくても、まあ、作品としてね、まあ、この色で、こういう文字を書いてほしいとか、そういうオーダーもできますんで、ぜひそちらお問い合わせいただけたらなと思います。はい、で、これがありますと。で、水色は、はい、水色、前回紹介した、これ、はい、ハルトって書いてあるところ、こういう色味です。ちょっとこの人はちょっとテカテカしてる、うん、光る。ちょっとなんかね、やっぱラメっぽくてやっぱ綺麗よね。うん、綺麗。写真だとこういうのちょっと伝わんないんで、ちょっと動画でね、ちょっと見せたいところです。でしってで、これが赤。赤はこんな色。おお、これもテカる、うん、テカる、キラキラしてね、いい感じ。まあこれが赤ですね、はい、はい。で、ちょっと今回それとは別に、はい、ちょっと準備してまして、はいはい、ちょっと僕がちょっと考えたものあります。他にも、まあ、バリエーション色あった方がいいかなと、はい、こちらドン、はい、アイキャンディーさん。これ何かというと塗料なんですけど、はい、まあ、パールなんかすごいんですよね。僕1個描いたんですけど、うん、ちょっとその作品1個出していいですか。あ、もうあるんですか。1個、はい、はい、描いてみたんですよ。まあこの色でちなみに描きました。おそらくこの色かな、はい、ピンクピンクはピンクでもちょっと紫っぽいピンクかな、はい、うん、こちらです。おー、なるほど、はい、ホームページの方にね、これ載せてるんですけど、こういう感じで、はい、まあちょっと色変わりますよね。変わってる。どう、こういう感じでね、こういう紫にもなるし、ピンクにもなるし、なんかこう角度によって色が変わるんですよ、はいはい。で、これ特別な水に溶かして、特別な水まあこれはイロハス使ってイロハスで溶いて、はい、イロハスを使わせてもらって、はい、描いたんですけど、まあそれだけじゃちょっとこれ落ちたんですよ。乾いてみて、こうできたみたいな、触ってみたんですよ、うん、そうするとチョークのように飛んでって粉になっちゃった。そう、戻ったみたいな粉に。これあ、パラパ
ラパラって。そう。なので、書いた後保護スプレーをしております。まあもう今触ってわかると思うんですけど、落ちない。はい。強くこすりすぎると落ちます。なのでそこはね、ちょっとお取り扱い注意ですけど、はい、作品としてはちゃんと大丈夫です。頑丈です。はい。こういう人も大丈夫です。色紙自体のダメージが。そうね。色紙角っこ弱いけどね。色紙屋さんで、文房具屋さんで色紙持って歩いてたんですよ。うん、落としたんですよ。もう角っこなんかこんなになってましたからね。終わったと思って。っていうことだよね。ちょっとこういういろんな色、他にもね、なんかあの200種類ぐらいあるみたいなんですよね。アイキャンディーさんのところのこの塗料、パールですね。いや、ほんとすごい。で、今回それをね、ちょっと1個、書いていきたいなと思ってます。あ、なんかね、これ気になるね、これ、醤油って書いてあるしね。何？醤油って書いてある、醤油。あ、ほんとだ。俺今気づいた、これ。で、これが、ダークオーシャンブルー。これは、サムライブラックやって。ほう。こういうのがあって、まあ、どんな色か僕もまだ見たことないのですよね、うん、結構ダークオーシャングリーン、はい、京都レッド、何、うん、京都レッド、すごいね、まあ、200種類も色あったらまあこうなるよね、うん、そういうとかまでいくよね、うん、じゃあちょっとどの色使っていこうかな、なんか色がいいやつ、俺個人的に描いた方がいいだろうなってやつは多分この辺なんよね、多分こういう、そう、ブルーブルーね、ダークオーシャンブルー、それいきましょうよ、いく、もう俺めっちゃ醤油気になるんですけどね、醤油こうじゃん、だって醤油よ、入る、まあ、ちょっと映像としてはどうかなじゃあちょっと、そうですね、まずこのダークオーシャンブルー、はい、はい、これを今日はいろはつさんではなくてエビアンさんで溶かしていきたいなと、じゃあちょっと待って、この色よ、いい色やね、これ、なんて書こう、もう色も色なんで、空と海って書いて空海、まあ、空海は、そうね、まあ、漢字もいいし、空海っていう人物いましたからね、僕、空海っていう人のあの字を、写経じゃないけど、臨書してたりとかしてたんで、じゃあちょっと空海ってちょっと書いていこうかな、ね、じゃあ行きます、はい、ぶっつけ本番やな、毎回。はあ、ピントが合わない。色は分かる？色は分かる。うん。やっぱね、墨と普通の墨と違ってね、伸びないな。ちょっと難しいかもね。調節がね。今日はね、色をね見ていただけたら一番いいかなと。はい。おぉ、いいね。だよ。うん。でも、まあ、どう。いや、色味はすごいよ。良き？良き。ちょっと名前も、一応ね、サインもしとくか、空海の隣に。まあ、こんな感じですね。はい。おぉ、素晴らしい。だらーんと。色味どう？ちょ、色味だけね。文字はちょっと置いといて。色味いいですよ。うん。いいね。お、なんか好き、これ。まあ、ちょっと並べてみようか、これとこれね。はい、こんな感じです。わーすごい、だからどっちも手がってるわ、うん、で、ここから保護スプレーするんですよ、うん、で、それを、まあ、2、3回ちょっと時間かかるかな、普通のなんかあの、こういうね、こういうものと比べると、そもそもこういうものに使うのかわかんないけど、うん、ちょっとやってみたら、こういう風に落ちないように作品としてできるんだっていうのがちょっとわかったんで、うん、素晴らしい、はい、ちょっと模索しました、はい、せっかくなんで、こういうのね、やっぱ若い人にね、見てもらいたいよね、確かに手に取ってもらいたい、若い方はね、そうちょっとやっぱりね、黒い60っていうよりはちょっとおしゃれな方が、そうそうそう、うん、いいかもしれないね、じゃあさっきね、空海青ダークオーシャンブルーを使ったので、はい、ちょっとさっき言ってたの気になってた醤油、恐る恐るちょっとね、こういう機会じゃないとちょっとやりたくないもんね、ちょっと行ってみたいと思います、はい、では行きますよ、はい、
そう。あ、よし、どう？醤油？醤油っていうか、光の当たり具合とかいうのもあるのかな。うん、ちょっとなんか悪くはなかった。全然なんか悪くない。やっぱすごいね。じゃあこれでちょっとなんて書こうかな。醤油って書いてある。あ、いいね、うん、醤油って書いていきたいと思います、はい、ちょっとあの醤油アートっぽく書いて。あ、オッケーオッケーオッケー。醤油、はい、醤油。いいね、どうどうどう。醤油だ。醤油。うん。金。ちょっとゴールド。ゴールドと黒混ぜたみたいな。ブラックゴールドみたいな。そう。ブラックゴールドみたいな感じの色でした。はい。っていう感じでね、今日はこの色づみの紹介をですね、はい、ちょっとしました。はい。色物で200種類あるって言ったけんね。はい、アイキャンディーさん。マイキャンディーさんとか俺なんかトゥルースリーパー並みに言おうけど、提供してもらってるわけでもないし、一銭ももらってない、一銭ももらってない。ただ俺個人的に本当にいい色やなと思って買ってみた。素晴らしい。そしたらマジでいい色やった。一応じゃあ概要欄に貼っときますか。あ、ここアイキャンディーさん、アイキャンディーさん、あ、そうですね、ちょっと一回ね、せっかくなんで、はい、という感じで終わろうか。この動画良かったら、高評価、いいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。あと概要欄の方に、SNS と、あるので、よかったらそちらフォローしていただけたら嬉しいです。はい、ダイレクトメッセージ基本的に僕返してます、多分。はい、じゃあちょっと今日終わりますか。はい、はい、じゃあ今日は、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。よし、じゃあやるか。でね、はい、僕こういうの作りました。ルーレット。はい、でこういうのをね、用意しました。データをセットして、はーい。はい、こうやってね、はい、はい、コメントいただいた方の名前をセットして、はい、これでできるんですね。はい。じゃあやっていきたいと思います。はい、せーの。何か動けんね。はい。おお、ワンマン様。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 はい。おめでとうございます。おめでとうございます。ちょっとコメントでね、こちらから連絡いたしますので、はい、アドレスとかね、そういうの聞くと思います。はい。じゃあワンマンさん、ありがとうございます。挑戦という文字をプレゼントしたいと思います。はい、他の方ね。コメントいただいて本当にありがとうございます。ちょっと思った以上にコメント来たんで嬉しかったです、マジで。またやりましょうか。あ、もちろんです、もちろんやります。で今日でしょ、今日。はい、次ワークショップとかでね、ワークショップね3月やるんで、はい、はい、そちらでもね皆さんと会えたりとかしてね、なんかコミュニケーション直接取れたらいいなと思っております。はい、ちょっと今日今僕花粉でもう死んでますか。終わろうか。てかこれ最後になるのかな。はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。投票結果でした。